僕は、兄弟防災犬の末峰と言います。園内は一応四国の結晶片岩地滑りという形でやってたんですけど、あんまりその難しいことはとても分かりませんので、もしその途中で、この辺が分からへんからもっぺん言ってやったら喜んで食べらせてます。それでは四国の結晶片岩地滑りという園内で食べります。まずその地滑りって言ってるけれど、そのどんなもんやと。普通選挙なんかで地滑り的勝利とか言うけれど、あれ何え、例えば地滑りと崩壊と土石流っていうのがあるけれど、この違い何やろかっていうのが多分出てくる時があると思う。で、直感的に言うと地滑りっていうのは、その上に家とか木とかなんかを乗せたままずるずるずるって滑るのが地滑り。崩壊っていうのは岩とか、まあ、土なんかあるけど、それがダサンと落ちる、それが崩壊。土石流っていうのは直感的に言うと、石とか土とか水に混ざったものが、これ時速100キロぐらいの地球でバーッと下がっていく。その中でのそういう災害現象のものでありまして、ここでいう地滑りは、まあ一日に数十センチとか数メートルというのが地滑りって言っております。でもその地滑りって言っても、そのいろんな地滑りが日本にあります。すなわちこれは、1950年ぐらいに、小出先生っていう人が提案されている地滑りでして、一番上が三基礎の地滑り。これは主に日本の裏日本、どういえばいいのかな、秋田とか新潟とか富山とか兵庫県六なんかのところで動く地滑りです。ここの地滑りは動きが大きくて、1日に大きい時には数メートルで10メートルになる。次が浅い帯の地滑り。これはその日本の土地はガサガサ地震なんかで割れてますから、そこの付近のところで動いている地滑り。もう一つは温泉地滑り。これは別府とかいろんなとこありますけど、その地下から火山ガスが湧いてくると、そこの上の土が劣化します、弱くなる。ズルズルズルっと滑ります。ここでいう破砕帯の地滑りっていうのが結晶片岩の地滑りが破砕帯の地滑りに入りますけど、これらの動きっていうのは大体多くても1日30センチとか40センチ動きます。そのような地滑りです。ではそのような地滑りやけれど、実際に地面がズルズルズルっと動く、30センチとか40センチとか数センチ動く、それがどうなのかっていうのがあるんですけど、これは実際には測ってみなきゃ全然わからない。そういう意味で僕は観測屋ですので、現地に行くからで計器をこう配置して、どんな形で動いてるのかなっていうのを測っております。どんなところかと言いますと、これはちょっとこう見えにくくて申し訳ないんですけれど、これが僕が今住んでいる阿波池田町。ここに中央構造線、いわゆる相模岬の向こうの方から日本の方動いて、この前の阪神淡路の地震時に動いた一つのですけど、これいわゆる明治時にノイマンという偉い先生がどうも作ったんですけど、その上にここら辺に家が点々と立ってます。これはその四国に行かれた人は多分わかると思うんですけれど、四国のこう急な山の上に家が点々とした、こういうところに人が住んでるということは、こういうところは昔大きくガサッと滑った、まあ、崩壊したとか地滑りが、もともと急斜面にこのようになったところがガサッとガサッと来ると、そこのところが平均的にぬるくなるということは、そこに畑とか田んぼができる、いわゆる食べ物ができる。そしてこのガサッと落ちた山際のところに水が出てきます。食べ物があって水があるというところは、これ人間が住むことができる。ということは四国なんかとか、もちろん信州なんかの山奥なんかも一緒なんですけれど、山の上に
家が点在してる、そういうところはほとんどが地滑り地と思っていいです。それはすると行政的にそこは地滑り指定地ですよって、こういう網をかけるときがある。それ網をかけるとその家を建てたり道路を切ったりすることができなくなるんですけれど、その行政的な地滑りの指定地と現場の地滑り地っていうのは、これは違います。いや行政のそのところはそこに住んでる人の命を預からんときから、一応法律で人口5個以上あるところ、もしくはそこに下に公共物があるところは地滑りの指定地にしましょうって形で指定地にしてます。この指定地にするのもその例えば今僕のこれ徳島県なんですけど、徳島県の地滑りの指定地ってできるだけ大きくないよと。また他 あの県によるとお金がたくさんいりますから、できるだけ法律にのって小さくしよう。だから地滑り地の指定地が大きいから、そこは地滑りがたくさん動いてる、これは違う。行政が入ると現実的な動きとその住んでる人とのいろんなしがらみがありますので、違います。で、こんなところはほんま全部地滑り地なんです。こんなところを見て、それ、これも、これは泉層群で、こっちが結晶片岩地帯なんですけれど、こんなところ住んでるところがずるずる滑った、それ家の前、クラックができて、ちょっと家傾く、どうにかしてくれんか、畑のところにそのクラックが入った、野菜が作れない、どうにかしてくれんか。形で、それは多分、そこの町とか町の建設課のところに行って、 町や町の建設課から、例えばまあそれは、今でいう国土交通省のところでしたら建設課から県の砂防課なんかのところに行ってどうにかしようっていう、その時になって初めて、ほんならどんな形で動いてるのかなっていうので、その調査をやって、その調査をその僕らがさせてもらってるのが現実。実際にどんな調査をしているかっていうの、これちょっと見えにくくて申し訳ないんですけど、これ下、これ穴吹川って吉野川の支流です。で、実際にここに大野小学校っていう学校があります。これ地形では分かりにくいんですけど、このグラウンドとここの、これもう休校になってますけれど、ここのところは段差が3メーター。これ地元の人のところに聞きに行くと、明治時代にはこのグラウンドと建物はつらいしなということは、明治から大体まあ数十年間の間に数メーター下がって、これは多分ここの、これが穴吹川ですけど、川が末端をカサ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 動かす、そしたらここがなくなると仕方がないから徐々に下がっていくというところの現場です。そこで実際にはここでボーリングとか伸縮系とか傾斜系、ボーリングっていうのは深さ何メートルのところが動いているかっていうのを測るためにボーリングして測る。伸縮系っていうのは地面がどのくらい伸び縮みしているかっていうので、ピアノ線を持って行って測る。ここで測ってきているところがあるんです。これが測った結果ですけれど、大体これ伸縮系っていうのはこれだけが30メーターですので、まあ十数メーターの間を測って、でここではその伸び縮みを表すのは歪みっていう単位で表す。どういうことかと言いますと、例えばここの5メーターぐらいのところが少し動くのと10メーターぐらいのところが1センチ動くっていうのは物理的に違いますので、これだけの平均のところがどのくらい動いたかっていうのが、これは10のマイナス4乗ですということは、これは10メーターの間で約1ミリ変化したということです。これを見ますと、例えばここの14というスパン、これはデータは、1900、ちょっと見えなくて申し訳ないんですけれど、89年から94年の6月ぐらいまでです。例えばこれプラスはここの間が伸びです、マイナスはここの間が縮みですということは、例えば
球の、あ、8のスパンでいくと、マイナスとか、マイナス 0.4 とか 2.8、マイナス 0.5 とか 0.1、やる、プラスとマイナスと、いろいろあります。末端のところ、末端のところ、これも、あの、サラミス側のところ、溶液のところにやってますけれど、これは全てマイナスです。ということは、上から、一生懸命聞いて、ここの間が縮まっている。しかし、その上のところは伸びたり縮んだりしています。常識的に本場、あの、本に書いてあるのは、一番上のところ、次のところは滑落だけで、ある程度、あるところこうブロックになって動いてると書いてある。しかし、測ると、あるところは伸びたりしている。どうも本とは違うっていうのが現実みたいです。これは、もう違う太鼓の現場で、これが吉野川。ここに土産線が通る。ここの土産線は昭和25、6年に、その、ほんまはここら辺のところ通ってた。ゼロゼロゼロ地震で下がってくるから、しゃあないから、国鉄がトンネルみたいな。トンネルが実際には、対策工で水抜き工みたいなって水がどんどん出てくる。しかしまたここで滑ってきたから、どうにかしてくれませんかって、県のところに行ったんです。ほんなら、ちょっとどのくらい動いてるかでも測ってから土地上をしないといけませんから、そういう形で新出費を十数本測ってます。でここの上の方のところでは地面の割れ目をクラックをロギスで測る。これで測ってみますとこのような結果。これはちょっと1990年から97年くらいのデータですけれども、この前に、ね、文字を書きましたけど、今回はテンションとコンプレッションをやっています。ということは、ここのところのスパンで言いますと、ある時90年にはコンプレッションになり、91年はコンプレッション、93年は、2年はテンション。ということは、このように、あるブロックが伸びたり縮んだりしています。これが現実の地滑り地の動きです。もう一つ、今もそのクラックを測っていると言いましたけれど、そのクラックはどうなっているか。いわゆるこれノギスで測ってますから、20分の1ミリまでの精度があります。だけどこれがコンマ5ミリですけど、そのクラックが伸びたり縮んだりして、これが現実の斜面の動きです。ということは、地滑り地では、ある時には伸びたり縮んだりして、尺取りにしてるみたいに、伸びたり縮んだりして動いてる。というのが、現実の地滑り地の動きだと思っています。これはどういうことを意味しているのかというと、普通地滑り地、その地滑りっていうのは山の上ですから少ないとは思うんですけれど、大きな地滑りはブロック分けをして、適当にいろんな対策をやってます。それがほんまに正しいかどうかっていうことをがどうもこれは前に唾みたいな感じなんですよね。でその全国的な有名な地滑り地、これ徳島県なんかの地滑り地、幅が 1. 数キロ、浮きが 1. 数キロある地滑り地があるんですけど、それが全体が動くんじゃないから、例えばコンサルがきれいにブロック分けしてます。ブロック分けしてるけれど、そのブロックで以外に動かないというブロックがこの前動き出してどうしようかって困ってます。ということは、そのブロック分けはそれはもちろん、そのこれは地形を見て沢があるからここはこうブロックであろうという形でやって、全部を一遍に対策できないから、これ仕方なくブロック分けしてるっていうのはよく分かったんですけれど、そのブロック分け通りに現実は動いてないというのがあるというのが実際だと思っています。もう一つ、例えば地滑りというのは一番最初に言いましたように、斜面の上に家とか畑とか田んぼを乗したまま滑っている。だから家の前にクラックができたわ、家のが傾いたわ、どうしようか、どうにかしてくれんかという形で、で国からほんならどこら辺が動いてるのかなって調査、いわゆる対策工事をやるために調査をやります。
で、そういう時に滑り面が何層もあるかどうかっていうのはこれ非常に問題になってきます。これはどういうことかと言いますと、滑り面が何層もあれば今回はどこが動いているのか、それともある時にはここの滑り面が動き、次の時にはまた他のところの滑り面が動くっていうのがあれば、調査することに違えば、これ対策を立てるときに非常に困ることになる。だからほんまにどうなのかなっていうのをほんまにこれは監督から明らかにしていかなければどうしようもないということだと思っています。で、我々がやっているのはその滑り面の深さを測るのはパイプ歪み計、これは埋め込みしますので、それをチェックするためにそういう型の歪み計っていうのがあります。もう一つはここには書いてないです傾斜計っていうのを使います。塩ビのパイプじゃないんですけど、ステンレスのパイプを入れて、そのステンレスのパイプが曲がると、曲がるっていうことは傾斜が変わるという形を使ってやっていってます。もしくは縦型の伸縮計っていうのを使います。これがパイプ歪み計の入れてるパイプ歪み計の写真です。実際これが15センチぐらいかな。ここの表面にストレインゲージっていうのが入ってます。皆さんこう、まあ、僕もあんまりやってないから起こってないけど、昔中学校の時に線を張って線を引っ張ったら線が細くなる、細くなるっていうことは電気抵抗が上がると、そういうのを利用してます。このストレインゲージっていうのはもともとはアメリカで航空機の飛行機の変形、翼の変形がどのようにするか、飛行機中にするかっていうので開発されて、それでそれが日本に来ました。そのこういうパイプ歪み計を実際には口径66とか86の口径でボーリングをして、これはこれだけが1メーター1メーター、ここで塩ビのパイプをすごい接着剤で積み込みます。それでずっと立て込んでいくと、まあ、これはソケットがいらないようなタイプにしても、ソケットがあるとこの線が後で壊れますから、そうソケットがない塩ビタイプのパイプに積み込んでいくと、いわゆる通芸技法でやってますけど、これをずっと30メーター、40メーター、どこら辺が滑るかわからんからエイヤって形で、実際にボーリングは、ほんまはどうしてやるかっていうと、ボーリング掘っていくメタルのビット、もしくは硬くなるとダイヤモンドビットっていうのを使います。これで硬くなって、どこに当たるの、普通は着岸するって言います。着岸して5メーターぐらい掘ったら、まあそろそろその調査ボーリングはやめようかっていう形でやってます。で、こういうのを入れて、これが例えば1メーターピッチにありますから、その間のどっかのところが曲がればここが抵抗が変化しますので、それによってまあ大体 10.5 メーターぐらいの付近が動いているかなという形で判定していってます。もう一つは今のところは入れてしまうとその防水なんかが劣化しますので、防水見かけ上電気抵抗が変わります。それをチェックするために僕らは手作りで、ここに板バネがありますけれど、この板バネのところにこうガイドのものをつけて、ここにストレインゲージを貼って、これをボーリング口径の中にずっと入れていきます。ということ、そうすると、この板バネが曲がれば、その曲がったところで常にこう電気抵抗、二次線を置きにこの間出てるんですけれど、電気抵抗を測れば、表面から例えば今度は 10.2 メーター付近のところが曲がるという形で、先ほど言いましたパイプ歪み計のチェックをこれでやっていきます。これで行って測ってみますと、例えばこれは、東伊予の久喜っていう地滑りです。阿波池だから車で約2時間ぐらいの地滑りです。ここの地滑り地はこれだけが100メーターですので、幅がだいたい 300-400 メーター、奥行きがだいたい 700メーターぐらいです、ね、で数十メーターおきにこうボーリングして、どこら辺のところが滑ってるかっていうのを測ってます。で、これを1年に数回行って
てみると、この図の斜線を引いてるのは一応木が、その上に宝石戸、上からがさっと昔来たものというものがあります。本の中には大体は祈願と宝石戸の間のところが動きますよっていうのがよく本に書いてありますけれど、測ってみるとどうも違う。こんな岩盤の中を動いているときは、もちろんここら辺宝石戸の高いところを動いているときは、でこの逆向きのとしているのは、ここの場合はお金がなかったから連続記録じゃなくて、地元に住んでいるおばちゃんにごめん、1日をとか毎日って水位を手ばかりしてくれませんから、ね、ということは水位はそれの一番最高水位がこれです。それが進行になるということは、こんな形で常にここのところが動いてます。動いてるのがこれ一つだけです。滑りのところに滑りすぐ一個だけです。これも同じく向かって右側の斜面です。こういうところが、これ一番上の付近に当たるんで、それよりもっと上のところです。岩の中も結構動いてます。だから本に書いてあるのはやっぱり本間さしい時もあるけど違う時もあると僕らは思ってますけど、これらは宝石戸、いや斜面の下のところですが、宝石戸の中で動いてます。水は末端の方では、地方面までります。これが現実です。これは、平原の石田地ですので、池田から徳島の間の真ん中ぐらいのところ、池田から徳島の間は約70キロあります。だから池田から約30キロぐらいのところ、剣山よりだから南の方、県のいわゆる結晶変化の石田地ですと、そこにいるところです。でここでもここは昭和55年ぐらいから観測者をさせてもらったところですが、こういうところでやっています。ここは56年だったから、この辺が大きな数字線で動いてしまったところです。そこで投入する結晶が測りますと、この A5 っていうのはここら辺です。ここら辺のところに割れができます。英語っていうのはこれ80年の9月に動きました。だんだんこれだけが1000マイクロで、まあこの今の挿入型の精度はだいたい200マイクロストレインぐらいですので、これの5分の1ぐらいが精度あります。そうするとだいたい6メーター、7メーターのところでだんだん大きくなって、プツンと切れていくから、知らないから、検査していってごめん、ちょっともっぺん調査したいから、ボーリングまだすぐ隣に数字線とかに掘ってくれませんか、掘ってもらいます。そうするとまた同じところでずるずるずる動く。すなわちここでも動いてる層は一つだけ。これはもう一個左側の直線ですけれど、ここでも同じところがずるずる動く。下の方はここしか滑りがあります。ここでも一層だ。またこれは今さっき一番最初に写真をお見せした、こっから池田の町を撮った。だから池田の町から高々 4,5 キロ離れてます。ここでもここは僕の前任者が測ってますので約30年間ぐらいのデータがあります。ここはここのボーリング地点はここを家具工場を作ろう、ちょっと軽くしすぎて30年間動くパネルです。そういうことです。斜面ナンバー1のところでも菅地なんかと同じように、同じところのところはずっと動いて、数メートル離れたところでボーリングしたんですけど、大体ちょっと同じところだと思います。ここも一つの滑り台、これは 2のところですけど、同じナンバー2っていうところでも同じところが常にいる。これはカップリングのテープだと思います。これから見ると
結晶片があるディスベリティの、まあ、大体普通のところ、まあ、僕らが調査させてもらってるところだけあると思うんですけど、1枚のディスベリティ、これはどういうご利益があるかというと、すなわちその同じところで常に動いている、これは非常に調査するにとっては重要なことを意味しています。ある時には他のある層でも次の時には他の層で動くということは、動いている努力がもし違ってくると対策が非常に困ります。常に同じ滑り面で動いているということは、動いている努力がを算定することができます。動いている努力が算定できれば、例えばそれは力対力で抑えることができるという、いわゆる抑止効、これ抑止効の中には杭で止めたり心素、例えばこれここの幅でいきますと、その大阪と奈良の境に亀の汁ディスベースというのがありますけど、そこは昭和大正の時から動いたりして関西本線がぐにゃっと上がって、これトンネルがダメになってどうしようもなかった、そういうところは大そのそこがダムアップすると奈良の盆地が水没する、今度は壊した場合にはそれが決壊したら大阪がお大変だ、そういうようなところはどんなにお金がかかっても今の日本の場合は抑止効をやります。でそこでは心底効とかアンカー効、力対力で抑える、動いている努力があんまりにも大きい時には、で経済的に重要なところは抑止効でありますけれど、そこ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 のお金、例えば数億円とか10億円ぐらいで止めることができると、そういうところは抑制効、いわゆる水抜き効とかいろんなことをやります。そういう対策をやるときに滑り面がたくさん、ほんまにたくさんやったらこれは動いてる努力が分かんねえ、調査してもほんまその時調査だけがほんまかどうか、次の調査の時違う時に調査やったらまだ違ったかい、そしたら困るぞ、そういうのはどうも僕が測らせてもらってるところは違う、滑り面が1個だけだというのは調査やってれば、それはそういうこういう対策をやるときに非常にそのどっちの候補を主にやるかっていうのができる、そういう意味でその滑り面の深さっていうのは非常に重要なファクターであるというのが、次に僕なんかが興味を持ったのは、いわゆるこのディスベリの発生機構、いろんなこのディスベリの発生機構っていうのはいろんな意味で使ってると思いますけど、僕はそのディスベリの核ってなると、どんな、いわゆる斜面のどこで、ディスベリと地震なんかと同じやから、地震なんかも皆さんご存知のようにまず震のというところがあって、そこからバリバリバリッと破壊が起こり、ある面積、いわゆる断層と言ってますけれど、ある断層でそれがズルズルズルっと動いて遠くのところでバサバサバサと揺れると、そういうのが地震、まあ、もちろんその多分川崎先生なんかが言ってるスローアースケープっていうのもあるんですけれど、まあ、それは被害にならないからいいんですけど、それと同じようにそれあるディスベルの核っていうのは斜面の中でどこら辺に起こるのか、だってそれが斜面の方向にどっちの方向に滑り面を形成するためにどっちの方向にズルズルズルっと行くのか、あるいは朝起きたら家が他のところに行ってたっていうけど、そのずるっと動いた時間がどれだけの時間かかって動いたのかっていう、いわゆるそういう物理的なことが知りたいなと思ってやってます。それはどのようにして測るかっていうのは、こういう形で測るか、これモデル斜面と思ってください。こういう、まあ、例えば霧戸なら霧戸、普通の自然の斜面でも結構です。そういうところにボーリングコアを入れます。ボーリングの表面にはそのこれを大体1分間に1回ぐらいスキャンしますから、もう早く緩み切れない
自動換算できません。というような地方がこうやって伸縮計を組まなくてはならなかったといって、どこのスパンが耐えているものかですよね。これでやると、例えばこれがこっちが時間、こっちが動いている変異です。例えばここのボール見てるのここの深さがまず最初に曲がり始めたと、ある時間経ったら止まったと。次は例えばここのボーリングがのここら辺の深さのものが変化しだしたと、だある時間経ったら止まったと。次はここら辺のところが動き出してある時間経ったら止まったと、ここのところが動き出してある時間止まったと。こういう例えばタイプ非神経の記録が得られるとすると、一番最初に動き出したところ、ここら辺のところの付近で地滑り、ここら辺の斜面がズルズルズルと動き出した。それがここの例でいきますと、斜面の上下の方向にあるスピード、これだけの時間差、平均でこれは長さ、ちゃんとこれだけの長さをこの時間差で割れば速度ができます。これが境の転換速度で、これである時間経って動いてどれだけ止まったかというのが、これが変異が起こる時間という形になります。こういうのをすると知りたいね。これはただ単に物理屋さんの発想だ。これがもし分かるとどんなご利益が、もし常に同じところから動かしないと、こんな斜面になって動かしないれば、ここお前動くねえ、ちょっとじっとした形にやると多分動く少なくなるやつ、こういうのをできれば知りたいなと思ってやりました。やっています。だからその今使っているのはこういうパイプヒルム機を、もちろんここに書いてこれドアーズ系なんですけれど、今もう一個興味があるのは斜面の上の方が手動ドアーズになると、末端が手動ドアーズになると、その辺のところの観測をやっています。これちょっと写真申し上げてごめんなさい、こう見てください。これが入れたところです。で、ここからあのパイプヒルム計に貼っとって、これはあのチューブの中にインバースで通す、いわゆる鉛直型の伸縮計で滑る面の上と下の動きをチェックします。それでこれが観測している小屋の中です。これ一応パソコンで、これがデータロガーで、一応パソコンで MO を見ていたのと、大体数百点データがここにあるしています。これがデータロガーのあれでゲージが出ますので、ここで雷よけのおまじないをしてデータローガーの方に一応電気がに弱いですので仕方ないから、クーラーとかなんか冬は暖房入れていきます。屋根の上は断熱のために発泡スチロールを置いています。これ発泡スチロールを置いてるんですけれど、これ10センチもっとないかな、これ7、8センチかな、これ7、8センチのぐらいの発泡スチロールですけど、そうですね、5、6年で酸性分に溶けてなくなります。それだけひどいです。そのようなシステムで一番最初にこれスライダーのところでやったところのデータを見せていただきました。これが約3時間です。だから2分の3時間。この逆三角形をつけているところが、これ、例えばこれナンバーボリューム5の 4.5 メートルです。これ40マイクロステレンです。ほんまは目の子のフィルターが一番きれいなんですけれど、カッコつきで、一応は数式でここが動いた形になりますよって、一応はこれ数式で変化したところでやってますと、ほんまは目の子のフィルターが一番正しいです。人間の目っていうのはほんま正確です。これで見ると、まずナンバー3のところで動き始め、4の 4.5 とか
ニューロっていうと1の 2.5 これ一番下面のマッパングなんですけど、それで動き出してます。これはアッパーな時間の時ですけれど、これでいくとナンバリの 6.5 が最初、次に 3の 6.5、 さあこれここから5の 3.5 メーターで動き出してます。それでここということは斜面のところで、ここら辺の付近のところとここら辺の付近のところ、いわゆる地滑りを動き出そうとするのが数箇所あると示しています。ここの場合は2箇所、こうやってみるとエンビルパイプが曲がり始めた時間がこれです。それで見ると89年の8月27日の時の 3.5 のところの付近で動き始め、それが斜面の上下の方向に時速する、まあ6メートルです、数十メーターぐらいです。でジュルクルクルと破壊が伝播しています。これはその次の時には5のところと5から斜面の上の方向に時速数メーター、またここでは、2の時にこれ上下のところに時速2メーターこれ10メーターぐらいのスピードで動きで伝播していきます。ということはこれ普通これ地震の破壊が伝播するっていうのは、これはあれは普通は S 波の速度時速数キロ、2キロとか3キロ、それに比べるとちょっと遅いということは、逆に言えば滑り出しても駆けって逃げれるということです。逆に言えばこれは他のところですけど、最初の言ったその淡い手だっていうのがここでの観測はどんなんが出てるかと言いますと、ちょっとこうプルプルで出たくるでは申し訳ないですけど、この付近のところが一番最初に動き出しています。またここら辺の数式上動くクラスになっています。これを時間をちょっとこう、少し感度、時間の精度をこう皆さんとこう伸ばす。やるとこういう感じのところに見えます。上の方向に行くところは逆に行くっていうのは、他のところが、他のセンスがあるということを示しています。もう少し時間をこっちの精度を感度としますと、こんな感じになります。その時の地下水位がどうなのかっていうのがあります。今最初にしましたけれど、ナンバー4のところを動き出したのはここが、これよりもう一つ次の方がいいかな、ここが18時で、これだけが2時間ですけど、ことかなんかこれ、ここが18時から20時過ぎ、16時の20時過ぎぐらいに動き出していることを示しています。ということは、ここら付近で、これはどういうことかというと、普通、地滑りの安定計算をやるときには、一番上のところ、水平の時にやばいですよっていうのは、まあ、安定計算やるんですけど、どうもそれは現実観測やると違うみたいっていうことです。で、動き出すところの時間をこうプロットすると、こういうところで動き出す。これが観測時、失礼です。ということは、これは行政的にそのブロック分けする。そのブロック分けもどうもこれにところもあると。安定計算をやって、例えば滑り抑止力をするために 0.99 とやって、それを2割ぐらい上げるために、抑止力を水抜きをこんくらいしますよとか、アンカーをこんくらいしますよっていうのをやってるんですけど、その、もともとやってる式、0.99 とか 1.15 ってやってるのが、ほんまかなっていうことを意味してると思ったんです。これは非常に行政にとってはやばいことです。
同じのところですけれど、こういう感じでここでまず最初に動きますね。それから上下こういう動き始めることがたくさんある。すなわち最初僕の直感では下面の中の1個のところでちょっと上出してズルズルズルって常にいろんなところで動くかなと思って今度は観測したんです。やるとどうも違う、そんなに簡単なもんではない。今のところもちょっとこういう形になってます。違う8月の26日の時はこういう、まず一番斜面でした6のところを見始め、5のところへ行きますと水が一番上がったところ、上がりのところでした。こういう形で動いて、それがこの時の水位やってますけれど、今これナンバー4のところを示してますけれど、例えばナンバー4なんかはここが8月26日の20ですが、これが2時間だと思いますから、ここが8月27日の0時、2時、4時、6時、8時ぐらいのところで夜のところは動いていってます。ということはこれ1時間ですので、この辺が12時です。こんなところです。ということは必ずしもピークのところで断然率がどうぞこうとかっていうのはどうも違うと観測やってますと、そんな感じです。5のところでも20時前後です。こんなところです。これが動き始めたところ、その時のボーリングの例えばこれは4とか10とか2とか5のところが最初の推移はどんなところであったかっていったら、まあ一つの事例です。ということは例えば1980年10月16日の19時の時のくらいだけど、次の22日のこのくらいになって、普通の時には数十センチ違う、ご覧さんの2メーター違う。ということは1回ずつに地下の状況が複雑に変化しているということがあると思います。これをちょっとだけ例を見ますと、これが滑り面、一番最初の頃にちょっと言ったように常に同じところを使って滑り面は常に一緒。これが動き始めた時の地下水位です。これが8月29日はここなんです。こんな状況です。これはその僕らは測っているのは滑り面付近だけ、塩ビのパイプには滑り面付近だけ穴を開けて、その上下は止水してます。ということは滑り面付近だけの一応は水圧を測っている。水圧はこんな感じでな、普通の海岸なんかのとかに近いところですとやっぱり砂ですから大体こんな感じだ。どうも現実はこんなに複雑怪奇な地下水位だ。このなってるけれど、今最初の頃にちょっと言ったと思うんですけど、安全率を求めるときにはこんなことを構いなしにいいやとかやってこうやってます。それがということはいかにインチキな算出計算をやってるかってことを意味してるの。お金のためのしょないところもあるというのは事実なんですけれど、その時の例えばこれ1時間の破壊の電波速度は、ある時には斜面の中から動いて斜面の上の方向に時速20メートルとか50メートルぐらいでずっと滑るようなところが行っていきます。次の時には例えば斜面のここですか、5のところで斜面の上下のこういうの普通はユニラテラル、こういって上下の方向に行くというのはバイラテラルですけど、
ある時にはユニラテラルでズルズルズル高いを動いている、ある時にはバイラテラルで動いている。これ地震も同じなんです。地震を起こすその振動が地震断層の端の方にあって、端から上の方をユニラテラルに行く時もあります。バイラテラル、真ん中の付近から行ってバイラテラルに行く時もあります。どうも地滑りと地震も同じようなところがありそうじゃない。多分この間を取るのが川崎先生のスワースペースだと思うんですけれど、ここなんかでしたら足がずっと掴むときに斜面の一番下から上の方、ここでは、ここか、一番斜面の下から上に行くのと、ここら辺から下がったら上に行くのと2つがあります。どうも滑るときによってご機嫌が斜めになっていろんなところがあります。そういう形であるので、どうもその一筋縄でいかないなっていうのが、これ困ったな、これからもできるだけ観測して明らかにしたいなと。もう一つ、先ほど最初のところに言ったと思うんですけれど、対策口、すなわち水を抜いたりして抑止口じゃなくて抑止口をやってます。抑止口をやると水を、排水の特性それが変わるかどうかっていうのを調べています。これはどういうことかと言いますと、今はその地滑りの対策をやって、その対策口から得られたものをできるだけ利用しなさいという方針です。例えば排水ボーリングから水を利用するとしても、雨が降ってどれだけ水が出るのかっていうのがほんま分からなければ、どんなその池を作る何するんでもいいんですけれど、やっていいか分かりません。そういうのをするために、例えば普通の川なんかを流れるその流量の解析に表面粒子とか中間粒子、地下水粒子っていうのがあります。これ表面粒子っていうのは、普通雨がパッと降るとすぐ短時間にバーッと流れ出ます。それがそのどんくらいあるかっていうのを測ろうとするのがあります。中間粒子っていうのは雨が降って、まあ、数日、1日とか2日かけてかかってずっと流れている流量がどんくらいあるかっていうのがあります。これ地下水粒子っていうのがあります。これ地下水粒子っていうのは、例えばこの鴨川なんかの水は枯れない、枯れないっていうのは、ずっと降ってきたのがゆっくりして流れてるというのが地下水粒子。こういう河川における解析の手法をそのままその排水ボーリングの流量に入れています。例えばこれ実際に最初のところですけど、地滑り対策というのはお金がかかりますので、こんな排水ボーリングをいっぺんにすることはできません。ある時にはここだけ、次にはこんなとこだけという形で対策をやっているのが現実です。例えばそういう時にはナンバー1ならナンバー1のところを実際に最初にやります。例えばこれ5、6本やりますので、だいたい数十メーターボーリングします。数十メーターボーリングをやるということはメーター4、5万とか5、6万かかりますから、一箇所で5、6、例えば40メーターを5本やると200メーターです。メーター、まあ、3万としてもいいお金がかかります。だからこういう対策をやるのに手にはできません。お金何個言っても、で何回にも分けてやります。ということは、ここの排水ボーリングの成分のうち表面粒子とか地下水粒子の割合がどうなるかって分離することができればいけるやろう。もう一つはで、それが上と下に対策をやったりしますけど、それの成分が変わるかどうかっていうのを解析しています。これもちろん、これは排水ボーリングからの流量をまっすぐ三角的に入れて、減水池、減水池っていうのは田んぼの水がどのくらい下がるかなっていうのを測る機械があります。これは1ミリまで測ります。そういうのを使って測っていってます。それでナンバー1の
その昔からやってますので、これは表面粒子と中間粒子と地下水粒子というわけでやるのが一番解釈しやすいというのがあります。それのこれでやると、これがそれの表面粒子と中間粒子のユニットハイドグラフです。これはどういうことかと言いますと、雨が例えば100ミリ降ったら、これだけぐらいの時間かかって表面粒子とか中間粒子の割合が出ますよということです。これはどのように見るかと言いますと、例えば雨が降り始めて、これ 3,4 時間後に一番すぐ出ると、それからずっと少なくなっていくというユニットハイドグラフと言っています。これが地下水粒子のハイドグラフ、いわゆるその排水ボイルになっていると。これはどういうふうにして見るかと言いますと、雨が降り始めて 15,6 時間後に 0.04 ミリの割合が出ますよ。この面積を積分しますと1になりますという形になっています。それでその上と下の上下でやると、1年目の時にやると、あの表面粒子中間粒子のハイドグラフは大体3度5のところでこうなってますけれど、地下水粒子のところは30数時間ぐらい伸びて、最初の時に1年目の時には20時間弱です。ということは排水ボーリングをやると、少しずつ表面粒子の割合は変わらないけど、地下水粒子の割合がゆっくりして伸びるようになるという感じです。2年のところも大体同じぐらいです。でこの分離の割合がどのくらいなのかっていうのが、これは一応チェックしていっています。その降雨量から逆算して出たのと、これが観測値です。まあ、100時間よりさっきの方のところはちょっと乖離がありますけど、それより維新のところはぴったりやるから、まあまあ真面目に解析した結果になってるから、この解析の手法はまあ観測値とシミュレーションが割と合っているので正しいだろうと解釈しています。しかしその今の排水ボーリングの位置は、ここが穴口があり、こういうところで入っています。ナンバー1のボーリングはここですけれど、上位のところであると、どうもここの水、すなわちそれは上で浮いてしまうから、出てくる水がだんだん地下水粒子の成分が多くなるという形になるんじゃないかなと解釈。でここで例えば実際には、今一番最初にお見せしたと思うんですけど、侵襲気流とかっていう一番末端の方のところが徐々にずっと縮んでるから、もし対策をやってれば、対策を侵襲気流は止まってるんですけれど、90年ぐらいかかってますけど、ずる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 とまだ動いてます。排水ボーリングやったけど機械が適の事例で、一番末端の方のところで、これあの傾斜系ボーリング掘りまして、傾斜系では動いてる、動くあの変異量が出ますので、大体これが1993年4月から1993年10月、約半年間で 3,4 センチ抑制光の排水ボーリングやったけど、あんたずるずる動いてる、聞かなかったからしゃあない。どういうことでやったかと言いますと、ここがたくさんボーリングがありますけど、一番末端のところが動いてるしゃあない、なんか力で力で止めや、ここの川がダムアップしたら困る、道路が動けなかったら、この奥のフラッグが 何世帯100数字世帯ありますので困る、仕方ないからここに力対力でやる、区有地工をやりました。そのようにして実際には止めました。
あとそのあんまり時間がないのでもう一個そのここは排水ボールでどんなのをやってるかっていうのともう一個多分対策をやるときにあのどんくらい雨が降ってどんくらいの雨が出るかすぐに短時間出るかっていうのをこれ知っとかないと工事が、ね、非常にあのしんどいの でここでは排水ボーリングは8箇所ぐらいでやってます。で雨がこれだけ降った時に短時間に出た流量をやりますと大体それを流出するんですとこの場合はもうエイヤーといって流域面積こんくらい近いでやってますけれど流出するんですと大体 10% とか 20% 例えば100ミリ降ったら10ミリ前後から20ミリぐらいの流量を短時間には出てるからそれぐらいは利用できるということです。逆算ですよ。1994年でいきますとこのくらい数パーセントから 30% です。1995年で見ますと大体 10% から 20% です。これも同じように流量測ってますのでこれこの年は渇水期でしたので数パーセント。97年ではだいたい 10% から 20% 弱です。98年では 10% 関連法で分離してますけれど99年でも、まあ、10%。 これから言えることは地滑り地で排水ボーリングなんかやったときに短時間の水がどのくらい出るかということは約1割から2割100ミリ降ったら10ミリから20ミリの量が出てくる。それに対する工事をやればいいのではないかなと。これはもちろん四国の結晶片岩地滑り地の例ですので必ずしも全国的には普遍できませんけれどこれからその対策工事をやってお金をやったからそれを利用しろというのがどんどん来てます。そのためのにはそういう基礎的なデータとして僕らはその辺がいいのではないかなと思ってます。以上で今日の僕のお話一応時間になりましたので終わります。どうもありがとうございます。